るかな。ですね。開催期間がまたありますので、開催期間が7月24日水曜日の12時、お昼の12時から7月31日水曜日の、23時までとなってますので、はい、ぜひちょっと覗いてみようかなと思っております。ね、ぜひぜひ。もう多分ね、まあ、プロ野球ってそもそもね、すごい選手たちが集まってで、うん、ね、あの試合をしているのに、さらにそこからね、絞り込まれた人たちがやるオールスターゲームですから、うん、もうレベルがね、さらに上がってて、見応え十分かと。見応え十分ですね、うん、思いますので、ぜひぜひ皆さん、そこはもしかしたら普通のね、あの公式戦以外のところでも、さっきのようにね、いろんなイベントもあるので、そこから楽しめるかも、うん、知れない、はい、うん、そこからもしかしたら好きな人がね、あの推し面が出て、そこからまた球団応援してという、ちょっと逆の、ね、うんうん、そうですね、バージョンも出てくるかと思いますので、いろんな選手見れるっていうので、見応えもね、絶対ありますよね、はい、やっぱなんか応援するっていう人とか球団が決まると、すごく楽しくなってきます、うんうん、本当ですよね、はい、もう皆さん、プロ野球ニュース見なかった人がチェックするようになってますから。そうですね、毎晩、はい、そういえばどうなってたっけ、昨日勝ったっけ負けたっけっていうところから始まりますね。そう、はい、なんか今、あ、そっか、今ランキング4位ですね、うん、1回3位まで、うん、そう上がったから、上がりました、阪神にね、抜かれちゃいました、ね、抜かれちゃいました。そう、なんかそこがね、またね、うん、やっぱり分かってくると、はい、順位もね、ランキングも楽しいところ、ね、はい、そうですね。なんかシーズン前半戦がもう本当今日明日で終わるっていうところなので、うん、オールスターを挟んで後半戦になるということですので、引き続き応援していきたいと思っております。ぜひぜひ皆さん、チェックよろしくお願いします。はい、ということで、ではこの辺でリクエスト曲をかけていきたいと思います。はい、今日の曲は彩香でビリーブ。普通にも30分超えてる。よかった。母ちゃんさん、こんばんは。メッセージありがとうございます。あ、大塚健さん。こんにちは。グシカのメイクマンから出てきすぎてます。メイクマン？あら、僕の。3人じゃなくてメイクマン？僕の家の近くです。ま、あれじゃない、帰りを待ちますね。あの近くのファミマに僕のいとこがいるんで、あ、そうなんだ、キャン店長によろしくお願いします。あの、あっちのところ、ゴルフ場の塚座、 あっちじゃなくて、あの大通りの方の面識に向かうところのやつです。結構詳しくめっちゃ ローカルブリガリさん、わし巨人のクロマティ選手応援する。もう懐かしい、まあ、選手じゃないけどね。もういくつだったんだろう、クロマティ。あの名前だけわかる選手、なんだっけ、中畑とか、うん、あの今監督してる原さん、巨人の、うん、とか、その時代の、外国人助っ人です。すごい、クロマティも面白いキャラで、はい、なんだろう、今だったらラミちゃん監督の、多分そんな感じの先駆け。そうですよね、先駆けですよね。あのユーモアたっぷりで、そうそう、楽しい。マクロス、マクロス、ラミです。わかります、マクロスってなんだっけ。私何なんだろう。クロマティとラミです。ラミです。ラクロス、ラクロス、なんかスポーツなかったっけ。ラクロス、ラクロス、ごっちゃなってるかね。かっちゃんさん、今順位阪神と横浜に。嘘、そうなの？え、そうかも。あ、上がったの？あ、すごい。じゃあ訂正しなきゃ。え、これ上がってるの？順位、かっちゃんさんが言ってる。え、嘘だ。すごい。あ、じゃあ同率2位ってこと？同率2位。あ、じゃあ広島ずっと負けてますもんね。広島連敗なんですよ。一気に落ちちゃったもんね。3連勝だな。3連勝、10連敗中です。10連敗。10連敗中です。すごい。すごい、すごい。3位から2位へ。ブルガリさん、矢沢永吉リクエスト。4位から2位へ。え、そうだね、4位から。矢沢何がいるかな。
松川健二さんないとですね。作り物があるもんで。DIY するってことね。昨日の試合だから。一応同率なんですけど、うん、引き分けの数が少ないので DeNA の方が2番です。すごい。だから上に書いてる。そう、44引き分け。どこで分かるんですか。これ44-44、39勝40敗。あ、こっちが引き分け。あ、そうそうそう。だ巨人との 8.5 ゲーム差っていうのは大きいですね。ゲーム差を見ればいいのか。ゲーム差。ゲーム差ってどれ？これですね。差。あ、これだ、これだ。これだ、あと8回勝てばいいみたいな感じ、うん、そう、単純に8.5で巨人も8回負けないといけないところ、うん、巨人が負けた場合はどさ、このその分変わってくるんですか、はい、すごいすごい。俺阪神やけど同じ順位あ、阪神のせかちゃんさん、ブルガリさん、絶好調なかったキャッシュ、もうなんか世代だね私が小学校中学校の時に見てた、活躍してた。そうそう、あの私はいやいや父親に見せられて覚えててだから野球分かる年上の人と話が合うとすごい、お前実は言われるの。今小中の時代で中畑とか原とかあと篠塚とか分かるってもういないわけ、誰も。女子なんかもうほぼほぼ分かんないから、いやいや見てるうちに覚えるんだね。その選手の名前で世代が分かっちゃうんですね。そうそうそう、それを万事見てたっていうのが、だから大体中学生高校生その当時の男子が見てるから、小学生でも多分その世代に詳しい人あんまりいないかもしれない。自分の母親はあの小学生時代にあの広島の衣笠選手が女の子連れて歩いてるのを見て、そうなの、沖縄でですかって言ってましたよ。衣笠はね、あの試合を休まないって言って鉄人で、ミスターカープ、そうですね、って言われて、ちょっとアニメがその当時流行ってて、だから中畑とか原とかそんなかも呼びしてたけど、その時に鉄人衣笠って言って、もう怪我しても何しても体調崩してても試合もうベンチ入りはするよね必ず。だからこのアニメの時も骨が折れて骨が出てピッて血出てるけど、それでもベンチに座ってるっていうなんかちょっとシュールなシュールな。すごいですよね。そうそう、もうなんかそういう。ちょっとデフォルトした感じだったけど、それぐらい休まないよっていうのあって、多分アニメがあったから見れたのかもしれない、途中途中そういうのがあって、ブルガリさん懐かしいねって世代、私より上か同じか。僕の母は中野町出身なんで、矢沢永吉のコバルトの空流してくれとか曲聴けるのかしら、あるんですかねコバルト、コバルトの空あるかな。ちょっと探してみます。ちょっと後半で流せたらチラッと後半告知をちょっと見ます。エマさんも久しぶりです。こんばんは。今日もセクシーなこのアイコンが。見たい。このキスマークが。あ、エマさん。写真がセクシーだ。写真は見えないんだね。うん。本当すごい可愛らしい方ですね。うんだ。見たい。見たいって。ゲストに呼べますか。時刻は6時39分を回りました。ウィズユーレディオタイム。FM 機能1から生放送でお届けしております、今日中盤戦は横浜 DeNA 応援企画ということで、
オープン戦について、オープン戦じゃまだしょっちゅうオープン戦また始まる、もう一回始まる、今ね2位になったのにねそうそう、あのツイキャスの、かっちゃんさんの、はい、情報によりますと、さっきね3位から4位に落ちたんだよねってちょっと残念な話をしていたら2位になってるっていうことで阪神と同率でって見たらね本当に2位になってまして、はい、情報ありがとうございます。すごいこんなこと、こんなことって言ったらあれだけど以前はこういう情報でもへーぐらいな感じだったのに今2位、そうそうってね興奮するぐらいになりました、うん、私たち始まって、この企画第10弾でここまで、はい、来たので全然あのブルガリさんもぜひね、あのこのウォーキング沖縄であのさっきの URL チェックしてもらえればすごい楽しめるかと思いますので、ぜひぜひあのまたプロ野球も女性もファンが増えるといいなって思っておりますので、うん、よろしくお願いします。ということで後半はちょっと告知タイムということで一つ告知をさせてください。夏休み直前7月のスキンケア体験会ということで、アンズコーポレーションウィズスマイル営業所よりお知らせです。まず子供たちの自慢のままでいたい、綺麗でいたい、乾燥が気になる、シワが気になる、お肌の弾力がない、針がない、くすんでいる、正しいスキンケア方法を知りたい、楽しく綺麗になりたい、スキンケアが楽しくないな、惰性でスキンケアしている、独学でスキンケアしている、オールインワンを使っている、子供にお母さん可愛いと言われたい、子供の自慢のママになりたい、旦那様に綺麗と言われたい、などなどいろいろありますが、この中で一つでも当てはまる方はぜひご参加していただきたい体験会であります。まず美容理論から始まりまして、クレンジング、洗顔、ディープクレンジング、ローション、エッセンス、ミルク、クリーム、そして化粧下地、日焼け止め、それからまたメイクに入るということで、アンズコーポレーションの化粧品を使ったあのスキンケアから化粧品も、体験できるという、会があります。まず7月12日今週ですね、金曜日10時半から西原にありますジュエルで開催いたします。こちら参加費ですね1000円でフリードリンク付きとなっております。そして来週ですね7月16日火曜日は那覇にありますティルール、7月18日木曜日は富士プレミアムラウンジ、こちらも那覇にあります。この16日18日に関しましては無料となっておりますので、ぜひこの機会にね、特に沖縄今もう紫外線も強くなっておりますので、日焼け止めだったりスキンケアに関してはもう冬乾燥に向けてではなくっても今から紫外線の対策とか、やっぱりだいたいねあの3ヶ月後も肌もねあのいろいろターンオーバーしてくるっていう周期もありますので、いろいろ夏は夏に備えて、で冬は冬、これからまたしっかりやっていければ手を入れただけお肌は応えてくれますので、ぜひぜひ、この機会に体験していただきたいと思います。お問い合わせはアンズコーポレーションウィズスマイル営業所、もしくは、近所まゆみ、もしくは私ゆぎなおまで、Facebook ご連絡いただければまた対応いたしますので、よろしくお願いいたします。西原12日の西原に関しては10時半からで、来週16、18に関しては10時からとなっておりますので、ぜひぜひお問い合わせお待ちしております。美は一日にしてならずでございます。今年45歳の私も頑張っておりますので皆さん一緒に綺麗になりましょう。はい、ということでいろいろコメントもありがとうございます。エマさんありがとうございます、こんばんは。ということで、あのキスマークのね、あのアイコンというかあのマークがエマさんの可愛いなって言ったらクラブダンサーしてますっていうことで、めっちゃゲストにね呼びたいって思ったら北海道ぜひ沖縄に来た時は、ね、遊びに来ていただきたいな、はい、FM 機能までぜひよろしくお願いします。かっちゃんさんは巨人に阪神負けてる泣き横浜ヤクルトに1点勝ってるでーってことで、そうなんだ、今やってるのね、すごい。かちゃさんリアルタイムにありがとうございます私たち今見れてなかったので嬉しい情報ですね、うん、ありがとうございます。エマさん拍手もしております、ありがとうございます。ちらっと曲ってあったんですかね。一応ありましたけど、おお、じゃあせっかくなのでちらっと
いいとこ流してもらいましょうかね。では矢沢永吉でコバルトの空。すごい最初のサビが終わったら BGM に変えましょう、うん、お願いします。あ、かっこいい曲だ。かっこいい、うん、なんか旦那の同級生の友達でめっちゃ歌が上手い人がいて、そっくり矢沢さん、A ちゃんにですか。あの、見た目は全然、あ、見た目は全然あの見た目はまあ0.1 トンの方いわゆる巨漢なんだけど、歌うとハーッとなるで、なんか答えづらい、なんかのあのこのカラオケバーだったり、この大体もカラオケボックスには行かないので、うん、カラオケバーとか行くとね、やっぱりなんだっけ、あのこのスナックとか行くとおしぼりあるんですか、うん、タオル巻きみたいにかっこいい。僕は X しか歌えない。もうだからなんか分かんない歌でも、はい、もう声がこんな似てたりすると聞いちゃう。うん、で顔が見ないけど映像を見てすごいっつって。矢沢さんは今年70歳になられるそうです。すごいね。全然見えないですよね。自分で矢沢って言って、はい、違和感ない人、ね、自分で名字言うってあんまりないですね。確かに私ヨギあんま決まらんない。半分終わったんですけどマイクあげます、うん、じゃあ今マイクあげましょう。ブルガリさんいかがでしたでしょうか。かっこいい曲ありがとうございます。初めて聞きましたが、なんかいいですね、ノリノリな感じで、うんうん、あのこういった曲もちょこちょこ時間があれば流していきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみながら聴いていただきたいと思います。ぜひツイキャスもご参加ください。ありがとうございます。かっちゃんさん、またまたリアルな情報ありがとうございます。横浜2点になった、やったやん。イエーイ。大吾さん、野球わかんない、頑張れ私たちもわかるようになったから大丈夫大丈夫、うんうん、あのチーンポロンロンってやつあるって、何それ歌ですかそれ、何のこと何のことわかんない。ブルガリさんリクエストありがとうございます、うん、ね、あのちょっとですがぜひ楽しんでいただきたかな、ね、あの野球の話もしながらちょっと映像のこの曲もすごいいい感じで、うんうん、はい、なんか今しかもね、勝ってるっていうこのノリノリな感じで、はい、あの私たちのテンションも上がっていい感じなのでありがとうございます、はい、ではでは続いてまた、はい、7月なんですが24日にまた、はい、今月2回目がございまして、はい、実はすごいゲストが、そう、なんか予定されて、ゲストさんをね、はい、あの究極で OK もらえたので、はい、ここで告知しちゃっていいのかしら、いいのかな、今ちょっとシークレットにしておきます。シークレットゲストが7月の24日6時、はい、With You Radio Time で一緒に番組企画やっていきますので、ね、ぜひご覧ください。ぜひ、性別で言うとって性別だけ明かすと女子です、はい、女子なのでそう、あのベスターズの誰かが来るわけじゃないまだまだね、まだまだ来れないので、はい、あのやっぱりね、この野球をなかなかこの話がね、うん、女性同士ではできないので、はい、野球女子がね、うん、ゲストに来ると、うん、はい、やっぱり私たちもわからないながらにね、うん、あのいろいろ先輩に引っ張っていただきたいなみたいなところもあるので、ちょっといろいろベスターに限らず、うん、やっぱり女性目線のね、その野球の話とかも聞けたらなと、そうですね、思っていますので、はい、そう、次回7月24日の企画も、はい、皆さんぜひ、はい、お聞き逃しなくで、シークレットお見逃しなく絶対動画は見た方がいいですよ、うん、まあ、いつもこの本当に Facebook で毎度毎度この今週のゲストさんってあげるんですけど、このベイスターズ企画の場合、やっぱりこうやってね、あのベイスターズのユニフォーム着て、はい、写真撮って Facebook あげるんですけど、うん、だいたいいろんなゲストさんもね、いらしてるんですけど、
100% の確率で可愛いって入ってくる。ありがとうございます。皆さんベイスターズ女子を待ってるんだなっていうのは本当にありがたいですね。嬉しいです。いいですね、ブルガリさん、これで私も心置きなくサロンパスが荒れます。筋肉痛ですか？ご自愛ください。年齢的なことを考えると大丈夫ですか？四十肩とかじゃ大丈夫ですが、こんな感じでちょっといろいろ気になりますが、タイゴさん、こっち隣の県が楽天なのに生放送中継がないんだもん。あ、そうなんだ。隣だとやっぱり流してくれるとね、うん、見れるかも。そっか、宮城の隣が山形、宮城仙台、楽天、あ、楽天、うん、ちょっと今楽天は宮城です、ね、ですよね、はい、うん、今これで地理がつながった。そっか、結構やっぱ山形上なんだね、なんかそういうので知るって。すみません、地理が弱くって。青森の下ですね。で、あ、すぐ、山形も、はい、あ、そうなんだ、あ、そうなんだって。いくつになってそんなの。そう、女子キャンシーキャンシーキャンキャンコキャンコキャンコってなって僕に女装しろと言ってる。似合わないわけないじゃないですか。しっくりきちゃうんだから。しっくりきちゃう。いや、だいぶ悪い思い出しかないですよ。あるんだ、はい、いろいろまた今年もコスプレをやりましょうかね。ちょっとまだ気が早いですけどね。コスプレはハロウィンだけで十分です。北の下が山形ということですね。ありがとうございます。すごい、もうベイスターズ女子もね、いろいろ知識が、はい、本当に第1回に第1回に比べると、はい、もう本当に本当に毎度パワーアップして、はいはい、で、皆さんもご存知かと思いますが、ここ何回かは、うん、宜野湾市観光協会事務局長の高橋会長、うん、来てないんですが、はい、これだけトークできるようになりました。成長しました。成長かな。そう、いろいろとね、やっぱり高安事務局長がいらしてる時ってすごいもう、はい、ドーンと任せてね、任せて安心感でやってて、はい、ちょっと局長がいない時、事務局長いない時大丈夫かな、ちょっと本当ドキドキしますもんね。不安は実際あったんですけど、はい、うん、こうやってリスナーさんにね、助けられながら、楽しみながら、はい、しかもこういったリアルタイムなね、はい、すごい情報もいただけて、はい、そのベイスターズ情報に歓喜する私たち。それもすごいですよね、はい、すごいですよねって自画自賛でしょみたいな、はい、もう正直本当にどれだけ、ね、うん、野球に、まあ、いくら企画とはいえ、うん、自分がね、どれだけのめり込めるのかっていうのも思ったんですけど、はい、意外にすんなり意外にすんなり受け入れられた、うん、はい、やっぱり何でもそうですけど、うん、興味持つことからですね。あ、本当ですね、うん、それあります。見た目からでも、見た目からでも、形から入り、形からでも、私たちも、はい、何でもとりあえず一回入ってみる、うん、それいいかもしれないです、はい、そうですね、ね、だからもう今回本当に先週ね、話をしたんですけど、先週ちょっと、うん、いろいろありまして、ゲストさん、あ、そう、いなかったですかね、いなかったので、うん、もういろいろ、そう、いらっしゃらない中で感謝の気持ちを申し上げて、でこの企画でなければ、はい、私もそんなベイスターズはもちろんですけど、野球にそこまで気にもならなかったので、すごいありがたいなと思って、よかったです。あ、もう感謝の第1回ね、7月、うん、スタート、うん、下半期スタートということ で、 そ、 で、ね、はい、そんな感じでスタートしまして、はい、あ、もうまたあっという間ですね、もう、うん、エンディングソング流れてきておりますが、今日のエンディングはワンオクロックフューチャリング、これキーラでいいのかしらだと思います、ね、キーラさんでインダスターズで、やっぱり、うん、この曲メロディーも好きなんですけど、やっぱり、うん、なんかちょっと検索するときにベイスターズのスター欲しいが欲しくて、なるほど、そしたらこの曲があって、あ、いいですね、なんかこれもかっこいいし、うん、今からオールスターね、うん、やるしっていう、はい、なんかちょっとそういうね、曲で選曲させていただきました。今日ね、 A ちゃんのかっこいい曲も聴けたので、うん、これからもちょっといろいろできる範囲でキャンさんには無茶振りする形にはなりますので、リクエストもいただければと思います。ありがとうございます。はい、うん、大吾さん、成長したね。
初めの放送くらいの時携帯で調べてたもん。そうだよね、見てたのね。見えてた。ありがとうございます。もう、はい、でも皆さんのおかげさまなので、うん、これからもあのぜひぜひベスターズ女子応援していただければと思います、はい。この番組はプライムコンセプトが運営する沖縄の観光まとめサイトウォーキング沖縄の提供でお送りいたしました。パーソナリティはヨギナオとミキサーのキャント、ゲストはライターのリエと夢でした。今日もありがとうございました。皆さんではまた来週です。バイバイ、ありがとうございます。皆さん拍手もありがとうございます。かわいい拍手とパチパチパチってことがありがとうございます。すごい、今日も20人超えで、閲覧今10が常時見てます。大塚健一さんありがとうございました。大塚健一さん今回いつまでいるかな。ね、また宜野湾の住人としてもうスペース確保されてるみたいなので。太子さんお疲れ様ということでありがとうございます。でもなんかこのかっちゃんさんのリアルタイムの情報すごい嬉しい、ありがとうございます。ブルガリさんもぜひウォーキング沖縄で検索してください。しかもベイスターズの情報だけではなくって沖縄の観光まとめサイトということで、はい、いろいろ沖縄の素敵な情報を見れますので、はい、これからまた夏休みになるのでね、ぜひ沖縄の観光のヒントにしていただきたいなと思います。太郷さん結局これ何だったんだろう。チーポンロンってなんだろう。マージャン、マージャン、マージャン、ロン、ロンだけしか、まあ、ロンしかわからないけど。そういうことかな。ニュースありがとうございます。じゃあもうすごい今日も皆さんありがとうございます。たくさん聞いていただいて、ぜひぜひうちも助けられて嬉しいですね。マージャンって言ったけど、あ、やっぱりマージャン。よかった、ロンで。チーポンロンっていうの。しかもイントネーション合ってるか分かんない。大丈夫なんだろうか。じゃあ太子さんが今度は麻雀の企画したらいい。いいんじゃない。あともう私麻雀全く分かんないから。麻雀女子。エマさんからメール来てますね。あ、本当ですか。はい、ちょっと見れるかな。あ、もう、あ、なんかある。あ、見た。あ、かっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいい。エマさん今ツイキャス切らないでかった。すごい、かっこよい。めっちゃこの写真欲しい、キャンさん。後でジャイアンさん転送して私も。すごい、男性だったら印刷して渡すのあるんですけど、見たらちょっと大変なことになっちゃうかもしれない。すごい、100人超えるかもしれない。ありがとうございます。エマさん見た。あ、もうすごい、かっこいい。なんか一気にファンになっちゃった。いつか会いたい。本気が来たらぜひお願いします。ぜひぜひ。僕もいつか隣で踊ってもらいたいですね。差し上げます、女性に。あ、よかった。ありがとうございます。すごい。北海道だったら、道ハムか。すごい。ぜひ沖縄に、ね、来た時は。なんかダンスでなんか遠征来てくれたらいいな。ぜひぜひ。そう、ミセスジャパンでもダンサーがいたので、安室ちゃんの曲を踊ったらしくて、そのタレントショーっていうのもあって、みんななんか一芸を披露するみたいで、うん、すごい。ぜひなんかこのダンサーって、もう私運動音痴なんで、運動もあれなからヨガを頑張ろうってまだ始められてないからなんかこういう運動できるとか、もう特にダンスなんてすごい、うん、すごい。もうなんかね、全然次元が違う人だから、もうただただ憧れでしかない。すごい、ありがとうございます。本当にこの写真を。セクシーやっぱ頑張れる。すごい。そっか、私エマさんの写真見てダイエット頑張ろうかな。なんだっけ、藤原紀香がね、頭からちょっと入れ込んだ方がいいって、四角から。こんなになる。うん、なるなる。目標の人、待ち受けに。いいですか、待ち受けに。急にどうしたのみたいな。すごい、ありがとうございます。嬉しいです。素敵。ぜひまた来週も聞いてください。ありがとうございます。ではツイキャス切りますね。ありがとうございます。ではまた。